はい、BL31 の方が完成いたしました。もうペダルとかもピカピカですしね、可愛いの文字とかね、この辺も外装もね、全塗装はしてないんですけども、あのピカーとしましたのでね、傷なんかも、まあ、よく見たらねある残ってるんですけど、あまり目立たなくなりましたですね。よいしょ、はい、なんといってもね原稿感をね全部しておりますので、中身もピカピカですしね、低温の方のね、ピンのトルクが緩かったので調律がもうね、安定しないどころかギューッと調律してもまた戻ってしまうというふうな状況でしたけども、保持力がね、戻りましたので、まあ弦自体がね安定するまではちょっとね、2,3 年は音の狂いはあるかもわからないですけども、まあ、それも全体的なねあの狂いになりますのでね、落ち着いてきたらねもうこのピアノの本領を発揮してくれるというかね、今この BL シリーズがねうちも何台か、オーバーホールさせていただいてますけど、良くなりますのでね、楽しみですね。本当でもね、タッチもね、音色も良くなりましたのでね、まあ、タッチの方はね、ピアノが届いてから存分に味わっていただくとしまして、音の方ご確認いただければと思います。気持ちいいですね。こうまろやかな音色なんですけど、こう空気をねファーッとこう震わせる力がねありますので、ボーンとこうね弱い音でもこうバーンとこう響いてくるっていうかね、これ本当にピアニッシモがねこれあの上手にね表現できて、こういうピアノはねあのフォルテッシモとのギャップを出しやすいのでね、練習しててもね上手に並べるんじゃないかなと思いますね。はい、本当に優しい音色ですね。はい、満足していただけるんじゃないかなと思っております。